おはようございます、コラキラでございます。今回も元気にコラキラが入荷するスクー企画やっていきましょう。今回から2シーズン目に入りました。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずはディエゴ・リベイラ記者からです。去年17位のチームがいきなり6位目指すとか、フロントも頭オールドボーイだなということです。フロントもオールドボーイの方々が集まっているんですけれども、今回からは、今シーズンからは新しい風を吹かしていきたいと思います。続いてワリア記者からです。高評価よりもコメントの方が多いチャンネル、それがコアロンチャンネルということです。特に今回遺跡でもありましたし、たくさんのコメント盛り上げていただいていつもありがとうございます。続いてちょっとずつ申し訳ないからです。8分52秒のシーン、将来政界進出を目論む男ということです。ちなみに私の小学校の頃の夢はテレビ局のディレクターか政治家だったそうです。そう、はい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 、いや伝聞ついて、そん伝聞ついてって何だ。そうですって、過去の自分を今横に置いて話聞いてるんですが、いや何話聞いてで、ウミさんいや、いねえだろ、見たらどう思うかとか、そんな程度で何言ってんのよ、ついて。いや、そうでした。続いて内田ボット記者からです。某スポーツ紙は引退すべきは誰かというアンケートを読者500名に取ったところ、満場一致でコアラ・アキラに票が集まり、引退支持率 100% という強力な数字を勝ち取った。この結果に対してコアラはアニョと能天気なコメントで10回の人がさらに加速させるような一面を見せたということです。やっぱこれだけね、前評判が低くて今シーズン活躍すればヒーローになれると思うので、その前評判を覆す活躍をもうしょっぱなから見せていきたいと思います。で、最後にハマチアスカラングレー記者からです。16分50秒のシーン、ニューカッスル首脳陣による会議後、監督抜きで来シーズンの目標について討論が行われ、その結果残留とコアラの解任が沈黙共となったということで、ちょっとこれはかなりクーデターがクラブ内でも起きているということでかなり心配です。これはちょっとシーンを呼びたいと思いますということで、皆さんたくさんのコメントありがとうございました。さあ今回なんですけれども、夏の移籍獲得交渉を行っていきたいと思います。今回中盤の有力選手を獲得したいということで、皆さんからたくさんのコメントいただきました。まずは皆さんコメントありがとうございました。まず、リストアップさせていただいた選手を全てお見せさせていただきます。今回市場評価額順に並べてあります。こんな形で、リストアップをさせていただきました。その下マチュイディという形になっています。今の当クラブの移籍金予算からすると、このリストでいうとエンディディより上の選手に関してはちょっと市場評価からしても獲得が難しい状況です。申し訳ございません。なのでパウリーニョより下の選手、この中から、獲得を狙っていきたいと思います。レンタルっていう可能性ないんですか？まあレンタルもありえますけどね。はい、はい、ちょっとリストの中でも、まあ、できればプレイスタイルがアンカーもしくはハードプレスの選手を探しています。でコメントでも非常に多くいただいてました、このエンディディ選手レンタル移籍での獲得交渉をまずは行ってみたいと思います。でこれもし獲得できれば、まあ、同じプレミアリーグのチーム弱体化させるということもできるので、まずこれちょっと最優先でレンタル行っていきたいと思います。もしかしたら小原とトレードって、いや違う、それはマジで格がなくなる。いや結構出さないといけないみたいですけど、はい、24億円の買いレンタルって大丈夫あんま聞いたことない。いやこちらこそ聞いたことないけどそれいやそんありえます、それ。じゃあやめるのね。まあやっちゃおう、そういうクラブだから。キャッシュフローとか考えないから、もうバランスシート無視です。非常にいいっすね。分かんない。じゃあまあまあ一応やってみましょう。はい、一応声も多かったんで、これ普通に買い取りは無理なんで、はい、今の予算だと。じゃあちょっと本当に怖いですけど一旦やってみます。回答届くまでお待ちください。 NDD レンタル移籍のオファーです。じゃあ続いてはですね、ちょっと並行してレンタル移籍の方を出していきたいと思います。こちらもコメントで数多くいただいておりました、アトレティコのトーマスパーティー、こちらにも、レンタル移籍を申し込んでいきたいと思います。ちょっとですね、クラブ規模の差からアトレティコはかなり足元見られているようです。トーマスパーティーについては移籍金が24億、その他買い取りこの条件で一旦は出してみたいと思います。まあちょっとこれは試しという形でこの2人どんな状況見たいと思います。パーティー正式な回答かどうかまだお待ちください。それではちょっとこの2人の回答待ちたいと思いますので、日程を一旦進めていきます。いやー、クラブとしての実力差がはいエンディディも、トーマスパーティーもこのような形でちょっとクラブ規模としてかなり難しいということでした。ちょっと2人の連打獲得が難しそうです。こちらの選手もかなり多くコメントいただいてました、ゼニトのウィルマル・バリオス、こちらの選手完全移籍で獲得を狙っていきたいと思います。移籍交渉申し込みます。
さあバリオス選手とはこの条件で一旦出したいと思います。移籍金が約30億、年俸が4億4000万程度となっております。ゴールオプションも付けさせていただきました。こちらの条件でゼニトに提出です。それでは施工書を申し込みます。正式な回答を届くまでお待ちください。日程進めます。確認していきたいと思います。厳しいな。移籍に前向きではなかったということでバリオスとの交渉は決裂となってしまいました。メールの方を見るとクラブを大きくするのが近道だろうということでちょっとクラブ力が足りなかったという状況です。続いてはですね、こちらもですねコメント複数いただいてました。 TMA バカ横選手、こちら獲得に臨んでいきたいと思います。移籍交渉申し込みます。違約金満額払って本人と直接交渉に臨みたいと思います。年俸につきましては4億6000万、こちらを提示したいと思います。バカ横に提出します。赤横に提出って何？失礼しました。チェルシーに提出します。さあ回答が届くまで待ちましょう。一定進めていきます。さあバカ横との交渉結果見ていきましょう。やめてこのあのクラブみたいなあのクラブってマジで何？分かんない、分かんない。はどこのクラブのこと言ってんの？わかんない。どこをディスの強化担当ディスってるってことか。強化担当とかじゃない。いや会食まで済んでんだけどな。違う今回の交渉では断念することになった。でもこれ時間経てばいけるパターンあるでしょ。あるかもしれないけど、だからバッカ横の理由に関してはそのクラブの強度は書いてないんで、もしかしたらもうちょっと年俸を上げれば獲得できる可能性あるんじゃないですか。はい、日程一旦進めてちょっとバカ横再交渉したいな。日程を進めたところバカ横選手再交渉可能な状況になりましたので、もう一回年俸を釣り上げて臨んでいきたいと思います。まあ移籍金はね契約解除金払うのに変わりますが、年俸は5億円の提示、ゴールオプション勝利オプションもつけて契約期間4年です。頼むよこれ。回答届くまでお待ちください。それでは日程進めていきます。バカ横また断られてしまいました。断念となります。起きたくないんだこんなやつ。オッケーじゃあちょっと続いてはですね、断られまくってるんですがナインゴラン選手に獲得交渉を臨んでいきたいと思います。移籍交渉申し込みます。移籍金が約40億円、年俸が4億6000万、ゴールオプション勝利オプションもつけて契約年数は3年です。今度こそ獲得お願いします。インテルさんお願いします。頼む。回答待ちます。さあ見ていきましょう。ナインゴラン、あ契約年数か。ちょっと契約年数に無理があったようなので、同じ条件で契約年数変えて時間を置いてやってみたいと思います。日程進めていきます。ちょっとナインゴラン選手時間が経って再度交渉できる状態になりましたので、今度こそ獲得したいと思います。移籍金がようやく40億円、そして、契約年数に関しては1年にしました。年俸はこちらで再度交渉を望んでいきます。そろそろ取りたいお願いします。どうでしょうか。回答待ちましょう。日程進めていきます。さあナインゴランの交渉の結果見ていきましょう。頼む。おーっと最低時を受けているという状況でちょっと詳細見ていきましょう。4、いやもうこれ予算超えてるな。48億でしょ。はい。で年俸が6億。いやもうだからこっちの出せる全部いくしかないんだよもう、はい、それで無理だったら無理でしょ。はい。でもうクラブが持てる全てを出したいと思います。移籍金43億、年俸が5億4000万です。頼むよこれで最高賞の返答待ちたいと思います。行って進みます。さあナインゴラン返答が返ってきました。どうなるでしょうか。見ていきましょう。タイム。ナインゴランの獲得も失敗です。それではちょっとデクラン・ライスという選手、こちらもコメント多数いただいておりました。レンタル交渉を望んでいきたいと思います。ちょっとですね破格になるんですけど、24億でレンタル移籍のオファーデクラン・ライスに行っていきたいと思います。説明です。回答待ちましょう。日程進めていきます。デクラン・ライスとの交渉に関してクラブのレベルを指摘されて失敗という形になってしまいました。かなり厳しい状況です。
いやもうかなり厳しいです、うん、もうクラブがダメなんだ。続いてはですねコメントでいただいておりました、今度は杭州のパウリーノ選手、杭州と言っていきたいと思います。さあパウリーノ選手に関して移籍金が43億年俸5億円で提示していきます、どうぞお願いします。回答待ちましょう。さあ交渉の結果見ていきましょう、そろそろ頼むよー。でも彼はチームで重要な役割になっていると理由で断られてしまった。攻守で重要ってこと。ああそういうことか。続いてはマジュリーの出番です。彼にも手紙を出しましょう。移籍35億年俸5億3000万もすごい条件、こちらの条件で出します。待ちます、頼む、日程進めます。さあマチュイディの交渉の結果、あでも契約年数だ、ちょっと再交渉の余地があるかもしれませんので一旦日程進めましょう。いやじゃあ、じゃあ他の選手今ちょっとやっちゃって。さあ続いてはですね、コメントもこちらいただいておりました、シェフィールドのベルガリ交渉申し込みます。接近37億年俸4億2000万3年のゴールオプション勝利オプションもつけた、さあどうだ。回答待ちましょう。誰も取れず1ヶ月経って雨横になっちゃってるこれ。いってすます。さあベルゲートの結果、じゃあマチュイディやるから、あベルガは無理でした。マチュイディに移籍交渉申し込んでいきます。移籍金35億年俸5億3000万単年で応用申し込みます。相手待ちましょう。さあ日程進めていきます。頼むよ、もう試合来ちゃうよお母さん、頼むマチュイディお願い、どうだ。交渉なし、やめて。ということでこちらもコメントでいただいておりました、ザカリア選手、ちょっともう今来たら使っちゃうよ、これはいけんじゃない、さすがにどこと交渉してるのかがもう不明です。これはちょっと一旦移籍金20億年俸が3億2000万に出したいと思います。お待ちください。でこれ断られたらもう逆に意味が分かんない、よく詐欺とかやめてよ、大迫選手パターンね、うん、それに手進めていきます。結果見ていきましょう。どこのチームで貴重な戦略なのこれ。いやだちゃんと出そう、ちゃんと、オッケーオッケー。さあということでザカリア席41億年俸4億6000万来いよ、頼むよ、申し込みます。さあ初戦に向けた意気込み、もちろん勝利しかないでしょう、新戦力は今のところいないですけれども、現役選手のレベルが上がっています。勝利のイメージを持ってやっていきたいと思っています。具体的な表現は避けました。よく詐欺師であるパターンですねこれ。詐欺師、え、アムエの会でよくあるパターンです。お前だよ、はい、受けたことはあります。本日の1試合目チェルシー戦いってみましょう。試合は両チームスターティングメンバー見ていきましょう。まずはニューカッスルユナイテッドからご覧ください。チームのですね登録選手が現在22人というワールドカップとかそういう大会レベルの少なさになってしまいました。え、22人いる21だ、ね、あ、ごめん21です、失礼いたしました。中盤にはジョン・ジョセルビーとイサー・カイデンがなっています。ベンタレブはシャルケに戻りました。それに気づいてませんでしたね、はい、失礼しました。さあ一方チェルシーのフォーメーションはこのような形となっています。これ注目選手がいますか。バカヤコです。試合いきます。さあニューカッスルユナイテッドのホームスタジアム、たくさんのお客さんありがとうございます。獲得交渉に断られ続けている状況ですね、現地週刊誌もすっぱ抜かれて、かなり批判の的となっています。ただ選手はですねその外の騒動のことを忘れて目の前者に集中してくれているようです。あいつがいるからでしょ。さあベイルも気合ってますよ。よっしゃ頼むぜマジでこれ。はい、こっちのセリアだけだ。チェルシーシティの2連戦だから駐車行こう。ちょっと待って、え、なになになに、マジで頼むよ。いや本当マジで頼む。ニューカッスル対チェルシー、新たな選手も加わって練習でいろんなことを試してきてると思います。本当に、新たな選手加わってません、こっちは。実際にこれから何試合か大丈夫、お前やってるよ、OK、戦い方って前向いてってくるんじゃないでしょうかね。いいよ、いやあごめん倒されちゃった。違うよね、何も変わってねえや。まだ終わってねえ試合は。盗んだ。安心感あるな、実家のような安心感いらねえんだよ。この親の顔より見た風景は危ない。
受けられるんだよ。来てます。サイドか。オッケー、いいね。ベイルか。いいよ。いやー、惜しい。惜しい惜しい惜しい。もう親の顔で。あー、違う違う、やめて。オッケー、ナイス。プレッシャー。ヤニク、俺じゃない。ちょ、サイド出すわ。オッケー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 。ダニーローズ、ある。いや、惜しい。いや、これ勝てないか、勝てないか。いや、いや、オッケー。あるある、まだ。オッケー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 。2シーズン目。お前行けよ。いやー、行かねえか、行けないか。あるある。え、マジでお前ある。うん。あ、ベイルた、ない。俺、いや、お前頼む。チケか。チェルシーとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね。やばい。サイドバックがやばいよこれ。高い位置まで上がってるんですよね。はい。相手が引き抜くほどこういった形を取ることが。やめて。おい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 。ね。全体的に。まずいよ。押し上げるという。ない、よくわかった。ないりないり、よくやってよ。しますけども。やめろよ。ジャップは。ジャップっていうのお前。カウンター要注意ってことですね。そんな略し。いいよ。セットプレーか。ザッパフォスターに決められない。オッケー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 。このセットプレーしょうがない。ちょっとやろう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 、取り返そう。こっちもシャッ。絶対気持ち下げんなよ。お前が下げさせてんだよ。何度も聞いたセリフだと思うけど。立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。そうですね。頼む。俺受けようか。丁寧に足元を使う。いやー、落としてマジで。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。俺か。ボンティゴ。お前、使ってるよ。お前、抜けてないか。あるある。いや、ごめん。は、オッケー。いやー、よし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 。おい。オッケー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 。やだこんな。違う、お前抜けて欲しかったけどね。事故みたいな。それでもいいの、ソニー散歩ついてるから。お前頼む。オッケー。あ、ごめん。ナイス。マジでやめてそれ。あ、ごめん。いやー、止められた。よし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 。誰でもいい、誰でもいい。でも本当に死ねば助かるんだよね。よ、マジ？あぶねー。ナイス。当てるよ。オッケーオッケー。いいよいいよいいよ。お前そこは真ん中。当たってるよ。オッケー。マジで頼め。お前だ。頼むよ。あれ？いや、あれじゃん。は？いや、ごめん、マジで。なんであれが正面に行くの？俺もわかんない。あー、やっしゃ。ちょっと待って、ちょっと待って。さらに求められるでしょうね。オッケー、俺落とすよ。ナイス。さあ、ほんで一人で駆け上がる。お前、お前、よー、どうして早く今。え、ちょっと、そのボールはさすがチャンス。オッケー。え、何笑ってんの。マキシマンにして。マキシマン。ちょっとマキシマン、いやー、なんでする。おっ、できたよ。ベイル、お前だ。いやー、なんか、ここはすぐ奪い返します。ベイル、俺だろう今のは。仕掛けます。モラタ、モラタからウィリアム。ちょっとちょっとちょっと。ナイス。ナイスナイス。あんなスタイルねえよ。オッケー。あんたそこで落ち着けねえようなやつ。いやー、惜しい。チェルシー。いや。シェルビー。うん、シェルビー。ナイス。いいなー。頼むよ。お前いける？マキシマン。俺なの？ボンティゴ。このやばい。いや、ファールないよ。ファールでしょ。オッケー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 。
なかなかの。オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。次次次。あてか。オッケーオッケーオッケー。入って君は入ってる入ってる入ってる。一旦前を取る。ある、ちょっと待って、どうすんの。いやー、そっちか。まだあるよ。ないですね、俺か。いや、ナイス。負けてるよ。残り3分。いやー、悪くないよ今のは。いや、あるある、マジである。え、お前マジでやめろよそれ。サイドを縦に走らせます。シュートに行くのか。いやあ、いやもう大事故だけど、こんなのもうマジ意識失うレベルだけどね。完全に石川くんなってんじゃん俺。はい、だラインスタンプいいから。いや惜しいよマジで。いやー、え、お前さっきオフサイドポジションいたから出てきたから。いや、いやその前分かった、合わせたかもしんないのに、うん、お前があそこいたから俺サイドやったから、ね、オッケー了解。さあ45ポイントの結果こんな形になります。マジやろうぜ。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。相手ゴールに近づけば近づくほど落ち着こう、落ち着くゲームにしよう。え、おし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 。ではこの後も試合を楽しみ、どんどん冷静になっていく。後半ゲームはスタートしています。いや、すげえの。オッケー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 。やめろ。ちょ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 、今攻防してたらやろう。前線にボールを送ります。いやー、欲しい。おっ、出よ。お前オフサイドね。ちょっとね、出したくない気持ちで。いやでもさすがに出さないと、ここはすげえ。だからためらっちゃった。だからそれはお前も一緒だろ。今のは出す以外ないじゃん。他に選択肢あんならわかるけど。いや他の選択肢は最後まで出しちゃった。今勝ちで一点もんだけどね。いやお前がそのもう静かにしとこう。何してんの。だからガヤガヤ言うのやめて。さあ言わねえよ。両チーム密集しています。まずいよ。素晴らしいブラフか。オッケーオッケー、行こう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 。接ついてしまいました。多少はガヤガヤしてね。あはははは、いいこれ。頼む、気づいて。ものすごいコントロールでしたけどもね。ウィリアムがキープすると北澤さん、前線の選手がやっぱさっきのパスか。明らかに彼が持った瞬間から周りがスイッチ入ってますからね。え、今、うん、はい、ポンピーが、交代になってしまったのはアルミロン。お、誰だっけ。あ、デュブラッカープレイです。はい、ここ拾って次につなげたいニューカッスル。よろしくお願いします。ダニーローズ、もう一つ前に行きたい。危ない。ここで受けて、受けて受けて受けてあげない。素晴らしい。いやなんでそんなゲージマックスにしてんだよ。え、こいつがいる限り来たくねえよ誰も。もう地獄だよここみんな。助けて。マジナイス、ナイスプレー、ナイスプレー。いやー、取らんか。ナイス、素晴らしい位置取り。チェルシーも同じようなチャンスが続いています。やっぱりこういった自分たちの時間帯にあれやーどうかっていうのは大事になってますからね。ベイル、いやー右で打つか。惜しいなー。ウソンだ。頑張れ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 。オッケー、ナイスエビデンス。いやディフェンスめちゃくちゃいいな。ナイス。え、ファールか。ファールか。それこそ何のだ。ごめんごめん、
コアラが交代になってしまったので、俺がドゥブラカ、ポンピー、ジョイリントンをプレイすることにします。頼むよ、キーパー、キーパー、よっけー、危ない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 、ナイスよ、あるある、ナイス、いや、俺か、よ、素晴らしい、ボールが繋がる、いや、いけ、いけ、いやー、そう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 、上がろう上がろう上がろう、さすがに、何何、頼む、いやー、惜しい、まだまだまだ、頼む、マキシマ、出せよ、よしよし、の、おりそうだよ、さすがにこれ、いや、自分で、いやー、勝ち点をもぎ取ることができるのか、リーグ戦を占うこの初戦、緊迫の時間帯です。柔らかいボール、いや、いいよ、惜しい、あらあら、え、なんでマキシマ出てはいないか、いや、いや、これはどうすんだ、ベル、いや、いや、いけるいけるいける、頑張れ頑張れ頑張れ、セルビー、いけるか、いやー、さすがに、これ出たら上がります、これ上がって、まだまだまだ87だから、まだ、オッケー、分かった分かった、マジかー、早く、遅いって、もう上げて、前に出して、オッケーオッケー、早く、なんとか、いや、いやー、この後絶対チャンスだったのに、惜しいとこだな、マジでそこまで行ってんなぁ、で、完成具合は。ということで90ポイント、このような結果、1-0、悔しいですが敗戦です。評価点このような状況となりました。で、6.5 あったのに変えられんだろうか。その他このような状況です。え、どういうことマジで。さあ、他会場の結果見ていきましょう。ホームチームがどんどん敗れています。もう一方はこのような形となりました。あくまで季節を終えた段階ですが、順位表このような形となっています。下はこんな状況です。リーグ序盤チャプター2、開幕戦でいきなりつまずいたことでファンも見て厳しい評価してる、なるべく勢いに乗らなくても、今何が起こるの、マジで何もしない今、はい、もちろん分かってる、これから巻き返していくつもりだ、頼むぜ、これはマジで、いや、見ましょう、おお、よしよし、やっとだやっとです。ということで、ザカリア選手獲得です。ザカリア選手獲得決定させます。デニス・ザカリア、いらっしゃい、よっしゃ、えっ、マクシマンがまさかの怪我ということで8月中は試合に出れなそうです。一定進めていきます。さあ、ということで新選手の加入です。さあ、ザカリア選手が記者会見に臨むというところです。よろしくね、マジでザカリア。皆さんこんにちは。ニューカッスルユナイテッドと契約できてとっても幸せです。新しい冒険が待ちきれません。ぜひみんな期待してくださいね。ザカリア選手5番でこのままいきたいと思います。さあ、ということで今回はですね、かなり移籍獲得交渉に時間かかりましたので1試合とさせていただきます。ただ最後の最後、なんとかザカリア選手獲得することができてよかったです。次回はそのザカリア選手も加えてマンチェスターシティ戦からお送りしたいと思います。それではまた次回の動画スタジオでお会いしましょう。さようなら。おい、ざけんなよ。